こんにちは、かくすけです。やっていきましょう、花火ファンタスト続き。前回はね、もうひたすら鳥を撃ち続ける動画になってしまいました。まあその分ね、今回はしっかり花火を作っていきましょう。うん、落下星1個あるらしいけど、まあとりあえず作ろう。払いでどこから行こうか。やっぱね、できるなら青からやりたいんだけど、あ、クラゲだ。あ、見るだけ見よっか。クラゲ、うん、クラゲ出会いハートとメスが出会っている、うん、で、カッチンコ。あ、なんかあんなパラパラっていうのは終わりだよね、きっと。簡単そう。つむじ風、タンタンタンパーン。あー、すごい風だ。ハートブレイク。あー、ハートブレイクしてる。確かにね、ハートブレイクの形の特別星はなんか見た気がするな、自分の欲しい箱で。わ、すごい、そんなことできるんだ。ペン先ロケットペンシルだ。で、ビヨン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 、うん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 。はぐれ星、あ、出たな、ボーリング。あー、すだれるように、うん、はぐれちゃったな、2つ星が。水面の月、あー、月、あー、月だねー、うん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 。噴水、うわー、あ、シンプル。これは風でも人気ありそう。追っかけ雲。ああ、これ地響きみたいな音のやつ使うやつだな、きっと。幾何学模様。もう一回もう一回。ああ、でも見たことあるね、この辺は。おし、じゃあ青もう一回行こう。グルリン6、鼻歌ね。これもいけるんじゃない。あ、この星は見たことあるよ。ね、そうよね。いやー、でもちょっと、すっごい音が強いけど、破裂するかのように、2種類の音符かな。鼻歌、2種類の音符、破裂。あ、これかな。上の音符の方が大きかったと思う。何これ、超。あらららららら、うーん、あ、お絵描きね、うんうんうん。文字文字仕掛け、文字仕掛け気になるけど課題なので、え、どんなだったっけ。見た、いつか見た、これのパターンか。一番下だけ特別星の、化け、音符2種類あるのかな。ハートブレイクあるね。音符、あ、ロックと音符かな。あれ、全部ロックは使えないな、ここは。じゃあ違うのかな。あれ、型が違うかもね。多分ロックと音符だと思うんだよな。この音符がどっち。ああ、これね、うん、あのプラララってなっていくのがロックなのかな。ロックを見てみたい。うん、あ、こっち？いや、でも上下にやっちゃうもんな、同じやつ。あれ？これが
ポンプで、これがドック。あれ？じゃあ思ってたやつと違うロック。あれ？パパパパパパっていくやつよね。あれロックじゃないんだ。え、他に音符っぽいやつあったっけ？あれ？本当にできるのこれ？流星群もまた違うよね。全然違うな。あれ合成？ハミング？ハミング？すごい勢いでどっか行ったけど、うん、ハミング可能性あるね。あれじゃあやっぱり型はさっきのやつで、ハミングと音符かもしれない。うん、これの一番下にハミング使えるかな。ここじゃないのか？ちょっと違うな。勢いが強すぎるのかな。でもハミングだね。どうだこれ。あ、土星。土星の可能性ある。上と下？あ、ハミング使えないや。ここは使えるんだね。一回やってみよっか。ちょっと大きいな。でもハミングだな。どの型だろう。まだ持ってなかったんだけどね、さっき。これでやってみる？ハミング。あー違うなー。濃淡？なかなか難しくなってきたね、やっぱ。型の種類が多すぎて。あれ？え、ひょうたんの音だったの？この。あ、でも結構近かったな。あ、でも。準備段階ないやつだ。いきなりバーンってなるタイプのやつだ。わつなぎで一回やってみよう。どう？あ、この時点で違うよ。この時点で違う。突然爆発するパターンだよ。三角錐。やっぱこれっぽいんだよな。ここにハミングをつけて。おお、全部右に行ったよ。いやでもちょっとなんかな、早いんだよね右に行くのが。これを取り除いて、え、実は上の方だったりする、ハミング。いや早いんだよね移動が。やはり違うのだろうか。難しいな。下に行くと下なんか逆向きになるんだよね。これ？
残り1個だけだ。2つ組み合わせられる。本格水でそんな、そんなするかね。違うな。これ上下になっちゃうよね。あー、できないし。ここにはできるんだ。あー、違う違う違う。この上りがあったらもう違うんだよね。難しい。カゴ？うん、抜けない。この時点で違うや、やっぱ。一回さっきのやつで提出してみて、でどこが違うみたいなことちょっとヒント言ってくれたら嬉しいけど、どうかな、言ってくれるかな。ハミング、いやハミングだよね。うん、ハミング、音符、音符、結構近いと思うんだよね。あ、でもなんかスピード感が違うんだよな。いきなりいきなり行っちゃうんだもん。でも一回完成にして、あ、やば、1点そんなに低い。星の動き方が違うみたいだね。もっと似てる星がきっとどこに、どこかにあるはずだよ。え、あれ、星がまず違う、星がまず違う？そうなの？もっとそれっぽい星があるという話？型じゃない。型じゃないんだ。え？アニメ、アニメってなんだ？ピカ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 。なるほど。回転リング、スピンボール、アジサイの葉、バラ、お魚、一目の菜の花、本当だよな。確かにこれが若干違う気もするよね。変ではないな。どこが違うんだ。流星群、魚のダース、ハミング、水しぶき、ベリーサークル、音符とか書いてある？いやー、書いてないな。流れ、紫、円盤、跳ね返り、木枯らし、クリュー、ビッグウェーブ、夜景。持ってるんでしょ？動き違う？まあ、確かに違う。いや、それは一番下に置いてないからだよね。一番下に置いてるからだよね。え、難しいよ。いきなり。え、ちょっと置いてから動くんだよな。この違い何？これ何？え、上りにあれ置くことできるのかな？一回適当なここら辺のやつで新入りで、上りのところにこれを置いてみると、え、チューイーン、違うなー。
違うな、登りにつけるのもまだ違う。え、星の動き違った？一旦終了だ。じゃあアイスクリームで。うん。ああ、なかった？パイナップル。うん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 。パイナップルはいけそうだな。で、さっきのカランカランカランっていうのが型につけられているものだと分かったので、両端じゃない？両端に、普通の黄色と、うん、普通の黄色と、上に上がっていくのってなんだっけねー、竜行く？あー違うなー。いやでも近い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 、京丹であることは間違いなさそうだ。線香花火は違って大阪でもなくって、シュってなってるマークだとは思うんだよね。クラゲ足、クラゲ足はクラゲのやつだよね。うん、クラゲはクラゲ。バラ？あ、お魚？お魚だ。なんでこのハートブレイクマークなの？お魚で。地面の菜の花、あー伸びる葉っぱ、いやでも緑色だったよね、伸びる葉っぱって。あれ？これか？あ、これだな。ただ左右が逆かも。え、関係あるのかな。何回か鳴らしてみて、全部同じ方向になるっけ。あー逆かな、これはひょっとして。いやそんなことないね。うん、これもうちょっと色はそんなに見られないっぽいけど、これだとみかんになっちゃうな、パイナップルじゃなくて。ちょっとね、赤すぎるよね。これ、点滅だな、これ。普通の黄色ないかな。黄ボタンでいっか。あれ？完璧。よーし。いや難しいよ。完璧だよ。やったね。あ、筒は今はいいかな。今風のとこいるから。難しいなあ。遠くの方で雨の音する？そっかそっか。作ろう。続けて課題こなしていこう。たんちゃんたらんたんじゃたん。いや、鼻歌わかんないなぁ。鼻歌にしては激しすぎない？お花関係してるのかなぁ、あるのかなぁ。とんがり帽子。見たことある？あ、ある？そっか。登りが設定できて。登りが設定できて。輪っかがあって、どれかな。これ？あ、これ花だ。花歌？これ
い上りあるよね、確か。輪っか部分はとりあえず普通の赤を入れてみて、あーこれはちょっと密度が低すぎるね。で、上り設定できなかったね。土星かな。うん、土星な気がするね。土星の周り部分に赤をとりあえず置いて、うん、これだ。で、土星の上部分にどれかな。ねじりんぼうではなく、シュッていう赤でしょ、とりあえず。人海変化するは違って、トサカかな。あー違うや。ピューンってロングイロバチ、あっちだからね、ビャーってなっちゃうだろうな。うん、花も違うよね。それか。と、裏上げ足も違う。バラ、バラどんな感じなの？ただただ見たい。わあ、かっこいい。いや、かっこよかったよ今の。緑が、色が赤色で伸びるやつ。ミステリーサークル、あ、流れ、円盤、円盤、絶対風のところが好き。姉のカゴ、姉帰り、姉帰りとは。わあ大冒険だ。木枯らし、楽しい。あー木枯らしだね。スクリュー、ビッグウェーブ、夜景、終わり？どうしよう。本当にできるのこれ。あれ？土星じゃないな。あれ？輪っか感は土星いい感じだと思うんだけど、本当に作れるんですかこれ。あー、和傘ね。和傘ねのここが赤？でもどっか飛ばされるんだよね。あれなんだろう。え、なんだ。ほんと難しいよ、ここらへん。最近わつなぎですか。わつなぎ登りがないもんな。土星になっちゃうな、そしたら。どっかに飛ばされてるもん。難しい。ちょっと鏡の国に行ってみよう。ビヨンビヨン、なあ、ない。まぐれ星、ない。お、水面の月。水面の月、いろいろね、試してみる中で、ちょっとね、分かったりするからね。え？登
りがあったよね、とりあえず。俺もの6でとりあえず、これっぽいのを探してみよう。文房は違うよね。あ、これか？あれ、文房かもしれん。型が違うけど。型が違うけど。一で物。違うなぁ。完璧。よしよし。すごい。やったー。はあ、わかるやつはすぐわかるんだけど、あの鼻歌とかって何なんだろうね。まあでももう時間になってしまったので、2、3個作ったというところで、今回は終わりにしようか。青のエリア難しいなぁ。ふんがり帽子。ふんがり帽子、のぼりを変なのにつけることによって女性でもこんな風になったりするのかなぁ。いやぁ、わかんないですけど、まあ今回はこれで終わりましょう。ご視聴いただきありがとうございました。